ツインバルカ・マゾビエツカ、または、ツインブルギス・フォン・マゾビエンは、オーストリア公エルンスト・テツ公の2番目の妻。ポーランドのマゾフシェ公国の統治者、シェモビト4世と、リトアニア大公アルギルダスの娘で、ポーランドオブ・アディスワフ2世やギエオの妹である、アレクサンドラとの間に生まれた。1412年1月にエルンストと結婚して9人の子供を設けたが、うち5人は溶接した。 神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の母親であるが、フリードリヒ3世の系統のみ男系が存続したため、その後のハプスブルク家全員が、ジンバルカの血を引くことになった。異論はあるものの、ハプスブルク一族の遺伝的特徴に突出した下唇を持ち込んだのは彼女だと言われており、少なくとも1621年にロバート・バートンが表した憂鬱の解剖は、 その説を敷衍している。一族のメンバーの大部分に現れた。この生理学的特徴は、18世紀頃まで、受け継がれた。ツインバルカの彫像は、インスブルックの木内付属協会に残っている。また、彼女は非常な怪力の持ち主であった。ともされ、壁に釘を素手で突き刺したり、くるみを片手で渡りしたと伝わっている。ありがとうございます。